バレーススウェードゼスケーティングリンク1922バレースエドアはパリで1920年に創設されたバレエ団スウェーデンバレエ団とも呼ばれるスウェーデン人の貴族実業家で美術品コレクターでもあったロルフデ・マーレによりデンマークロイヤルバレエ団のダンサーであったジャンボルランを振付や兼バレエダンサーとして組織されたものでその創設にはマーレが セルゲイディア・ギリフ率いるバレエリュスを辞めたミハイル・ホーキンと出会ったことが大きく影響している。シャンゼリゼ劇場を拠点とし、バレエリュスが取り上げなかったジャズの影響を受けた作品などを取り上げて人気を博し、一時はバレエリュスの最大のライバルとなった。しかし、ボレラン自身が優れた振付屋でもダンサーでもなかったため、結局不成功に終わり、1925年に、 解散した。このバレエ団の存続は短命だったが、その革新的な意義は失われず、協力者として、ポール・クローデル、ジャン・コクトーフランシス・ピカビア、ルネ・クレール、エリック・サティ、ダリウス・ミオー、コール・ポーター、ジョルジョ・デ・キリコラの文学者、音楽家、美術家を動員したことから、それらが知られる。ABC 派がなおこ、バレエリュスその魅力のすべて、ありがとうございます。